こんにちは。ヴィンテージコンピューターチャンネルです。はい、少し前にね、復活したヴィンテージコンピューターチャンネルですけれども、まあ、その中でね、ちょっとネタ切れに困っているというようなお話もさせていただきました。ちょっとネタ切れ対策としてですね、今後はアップル関連以外も取り上げていこうと思っています。まあ、アメリカならではのね、話題なんかも面白いものがあれば取り上げていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。それで今回はですね、スペース X について取り上げていこうと思います。スペース X、まあ、ロケットね、バンバン打ち上げている会社ですけれども、まあ、本拠地はアメリカカリフォルニア州にあるんですけれども、まあ、打ち上げ場所はね、このカリフォルニア、テキサス、フロリダと、まあ、3カ所でね、打ち上げております。まあ、以前はね、週1ぐらいの頻度で打ち上げてたんですけれども、まあその中でもね、カリフォルニアっていうのはちょっと頻度が低めなのかなという感じだったんですけども、まあ、最近はね、この頻度もかなり上がってまして、カリフォルニアでもね、結構な頻度で打ち上げております。で、そのね、打ち上げ見に行ったかというと、別に見に行ったわけではないんですね。なんと自宅からもその打ち上がってる様子が見えるということでね、その様子をお届けしたいと思います。はい、打ち上げ場所なんですけれども、サンタバーバラエリアの方のですね、バンデンバーグというところでして、私のね、住んでいるロサンゼルスエリアからはですね、まあ、250キロぐらいですかね、離れてまして、まあ、結構な距離があるんですけれども、まあ、それでもね、肉眼で、結構しっかりと見えますということでね、最近、見たものをここでご紹介していきたいと思います。まずはですね、3月10日、はい、1ヶ月ほど前ですけれども、この時間はね、9時10分ぐらいということでね、もうすでに真っ暗になってましたんでね、真っ暗になってると、まあ、光りますんでね、逆によく見えるという感じになります。で、これ時間が遅かったせいもあってですね、まあ、低いところからよく見えてたんですけれども、ちょっとね、低いところはね、うまく撮影できなくてね、ご紹介できないところが残念なんですけれども、低いところだとね、割と赤く光っててですね、それがかなりゆっくり上がっていくというのが非常に印象的でした。で、バーンとまっすぐ上がった後に斜めにボーンとね、打ち上がっていく様子が綺麗に見えてますね。はい。ついに見たね。聞いたのは、あれ、あ、消えたか。あ、消えた、消えた。おぉ、よかった。あ、まだ見える。うん。薄く見える、薄く見える。見える、見えて、見えてる。うわぁ。あ、見える、見える、まだ見える。お、まだ見える。はい。続いてはですね、3月18日の7時半くらいの打ち上げでした。まあ7時半、こちらではね、まだ結構明るくてですね、まあそのため前回よりは綺麗には見えてないかなと。まあそれでも天気も良かったせ、あ、それでもね、それなりに綺麗に夜空、綺麗に見えております。どこ、あ、開いてて、
るい。すごいすごい。おお、この間よりも。おお。すごいね。すごいね。なんかイカみたい。なんかあの星みたいに2つついてくるのは何？あ、本当だ。そんなわけねえだろう。いやでもついてきてるよ。はい、続いてはね、4月1日、同じくね時間は7時30分ぐらいということでね、こちらも綺麗に、まあ、明るいながらも綺麗に見えております。飛行機がぶつかり、
これ音が聞こえるのはあれの音かね。はい、この後もね、実はビデオ撮影したものもあるんですけれども、まあキリがないのでこのぐらいにしておきたいと思いますけれども、このね打ち上げたロケットをまたね打ち上げの場所に戻ってきて、まあ、着地します、そしてね、その打ち上げ終わったロケットはどうなるかというとね、海で、船に引かれてですね、スペース X の拠点の整備場に持っていかれて、また次の打ち上げに使用するということになってます。そのスペース X の拠点のですね、整備場というのが、実はね、ロサンゼルスエリア あのサンペドロというところにありまして、まあ、ここはね、私の自宅からもね非常に近くて、まあ、10キロちょい、もうちょっとあるかな、まあ、そのぐらいで、まあ、気軽にね行ける場所にありますので、このビデオに撮った4月1日のロケットがですね、サンペドロに戻ってきているという情報をキャッチしましたんでね、見に行ってみました。はい、こんな感じでね、ロケットが立った状態でクレーンに吊られている感じですけれども、はい。まあ、あのね、かなりすすけてますよね。やっぱりあのロケットのね、噴射の威力というのがすごいんでしょうけれども。で、この先っぽがね、切り離された状態になってて、先っぽどうなってるんだろうというふうに思いますけども、それはね、この傍らにあったやつ、こちらの写真になりますけれども、まあ、こちらが横になってますけれどもね、すぐ立ってるロケットのすぐ横に、置かれてましたけれども、これがね、一番上の、ロケットになっているんじゃないかと思います。まあ、こんな感じでね、まあ、非常に身近に、スペース X のロケットをね、体験できるということでね、貴重な体験だったと思います。はい、そんな感じでね、自宅からのロケット打ち上げ見える様子とですね、近所まで戻ってきたロケット整備中のロケット、見ていただきましたけれども、まあねまあ、250キロぐらいって言ったらね、まあ、そんなに大変な距離ではないんで、じゃあ見に行ったらどうなんだという考えも当然あるわけです。ただね、結構この打ち上げっていうのはね、この自宅から見るときでも、お、今日は打ち上げる予定だと思ってね、待ってると、まあ、そんなに天気が悪いわけでもないのに、ちょっとね、1時間延期になりました、2時間延期になりました、3時間延期になりましたとなって、やっぱり本日の打ち上げは中止となりましたみたいなね、ことがね結構な頻度でね起こってますんで、なかなかね見に行くで、うまく見るのもね難しいんじゃないかなということで、ちょっと二の足を踏んでいるところはありますけれどもね、まあ機会があればぜひね、間近で見てみたいと思います。それでは次回まで、さようなら。